なんとね、3度の阪神の監督をね、の指名されてる。これ3回やった人で誰もいないんですよ。確かに。なるほど、まあ、恵まれたと言いますか、まあ、幸運でやったと言いますか、まあ、そういう、まあ、野球人生を送っております。その間にですね、先ほどから来賓の方のお話があったように、85年にですね、天国を味わってるんです。で、その2年後のですね、87年はね、先ほど南社長がおっしゃったようにですね、3割3分1厘という勝率というのはね、1つ勝ったら5つ負ける、2つ勝てばですね、6連敗と、そういう勝率です。そういうことでですね、最下位に地獄を味わいまして、ね、天国と地獄を味わったというね、そうでありながら阪神一つで今日まで行けたということはね、非常に幸運であると同時に幸せな野球人生が送れたと、そのように思っております。で、そこでもう今時間何時かご存知ですか？もうやって始まってます。今どうなってるから見たら分かりますよ。でも知らないです。やっぱりまあ、苦楽を共にしたと言いますか、仲間と言いますか、先ほどちょっとテレビで言ってますが、岡田監督とはですね、やっぱりそういう意味では苦楽を共にした仲間です。その彼がですね、これ後半もう開幕して、まあ、首位を保ってるんですよね。ですからやっぱりこれから激しいやっぱペナントレースは続くと思います。しかし一体しながらですね、最後は彼が言っているようにあれよね、ということがね、やっぱり私自身の望みでもあり、皆さん方の望みでも、スイッチ、はい、スイッチ入ってないじゃないですか。いや、すいません。もう一度お願いします。岡田監督とはね、あれよ、岡田監督のね、奥さんの親戚の方です。大事なことを言ってます。あれっていうのはね、奥さんの言葉ですよ。どうですか。もう岡田は奥さんで、いやいや、それはね、内部の方が怖いですよ。そういう意味で、まあ、花束ももらってますんで、明日朝ですね、一番に岡田に電話してありがとうと今日のお礼をと思っております。皆さんこんにちは。先日、阪神巨人戦を7月の25、26、27と、久々に甲子園に行ってまいりました。吉田さんというのは、まあ、皆さんご存知のように阪神1985年のね、日本一になった唯一日本一の監督ですけれども、実は吉田さんは、今年90歳を迎えられてですね、でその25日の初戦でしたけれども、吉田芳雄さんの卒辞、まあ、要するに90歳ですね、この90歳を祝う会というのがですね、実は行われまして、で私もまあ呼ばれてですね、まあ、主催する方が、まあ、吉田さんの歯の治療とかですね、まあ、90歳まで元気なのは歯のおかげだというようなことを言ってましたけど、それからまあ実際には吉田さんはゴルフが大好きなので、西宮カントリーという、まあ、名門西宮カントリーと言われているんですが、まあ、そこのメンバーの皆さんとかですね、それからまあ親しい人たちが中心になって、吉田さんの卒業を祝うということでね、まあ、あれだけお元気な年寄りはいないわけですが、そういったメンバーの中にも90歳を祝う、まあ、樋口さんという方がいてね、それから皆さん、まあ、ご存知の方いるかもしれませんけど、日経新聞に浜田昭和さんというですね、方がいて、まあ、名物記者だったんですけど、野球記者でね、でこの3人を、まあ、吉田さん大好きな人たちが、まあ、集まって、まあ、90歳この3人の方が、まあ、卒業というね、
ことで、まあ、お祝いしたわけですけど、まあ、合同でね、したわけです。で、まあ、会が始まって、吉田さんも、面白いスピーチを しましてね、で、皆さんぜひこのスピーチの内容とかね、吉田さんはここで元気だなという、もう全く90歳のね、トークとは思えないような、的をついてですね、喋りをこうしておりますので、ぜひこの動画でね、吉田さんのご挨拶をね、皆さん聞いていただきたいと思いますね。で、私は最後にね、吉田さんの、締めの、この会の締めの挨拶を私にせえということで、私がしました。で、まあ何を言っていいのかよく、まあそんなに考えて言ってるわけではなかったんですけど、昭和51年の、シーズン前にですね、突如として私は野村克也監督から南海ホークス時代ですけども、お前トレードに行けと、でその時にどこ行くんですかって言ったら、いや阪神やとこう言われてね、でその時のいきさつのことをちょっと話したんですけども、最初に吉田義雄監督がですね、一番大きな問題は自分が監督をする上において一人ちょっと厄介な人がいるということで、それが当時大エースだったね、江夏豊か投手だったんですね。でどうも江夏をこう扱うのが自分ではなかなか難しいということで、これだけの大投手を扱えるのは野村克也しかないんじゃないかということで、南海ホークス時代の当時の監督出番でキャッチャーだった野村克也さんにですね、電話をして、でどっかで会ったかどうかだったんですけど、それはまあ吉田さんにその時聞いたんですけどね、でそれはもう実はこの話は前々からあったんだというようなことをまあこの中でも言っておりましたけども、で吉田さんが、当時、野村克也さんと相談してですね、あんたそのうちの江夏をちょっと引き取ってくれんかと言ったら、まあ野村克也さんがですね、そりゃいいと、まあ江夏ほどの大投手俺はいっぺん受けてみたかったんだから、ちょうど話いいじゃないかって言った時に、吉田義雄さんが、一応要求したわけですよ。そのやっぱりトレードですからね、ただあげるわけにはいかない。でトレードの時に吉田義雄さんが当時、大投手江夏を出してまで、こいつをくれと言ったのが私なんですよ。そこまで話はなかったんですけど、そこで吉田さんを称えることを私が言ったんです。でそれは何かというとですね、吉田さんはよくぞ私をその指名してくれたと。で私はこの阪神に入った時に、まあ一つ嬉しいことがあった。それは高校時代に出場停止で甲子園行けなかった、これが巡り回って自分が本拠地になる甲子園のマウンドに上がれるようになったという、その場を作ってくれたことが一つ。もう一つはですね、そのシーズンが終わった後に結果的に私が15勝9敗でした。でこれ江夏は残念ながら、まあ、調子も悪かったんでしょう、肘も悪かったということで南海ホークスで6勝しかできなかったわけです。でこれを単純比較したら、もしこれが逆だったら、吉田義雄さんは実は、まあ、相当世間から批判を受けてですね、阪神ファンもなんで江夏を出したんだというようなことでね、吉田さんに非常に風当たりがきつかったわけですけれども、まあ、結果的に一応曲がりなりにもですね、私が15勝して吉田さんの、まあ、顔が立ったというかですね、で逆に言えば吉田義雄さんはですね、私を選んでくれたというね、人を見る目があったんじゃないかと、私はこうやって褒めたんですよ。そしたらまあ来てるお客様はそうだそうだっつってね、喜んでくれましたけど、私はある意味ね、そういう意味では吉田義雄さんにもしもですね選んでもらってなかったら、もう何回見たわけですよ。で他のピッチャーが来たかもしれなかったんですよ。でその中で吉田義雄さんは最初の監督の中で、私は采配いろいろあると思うんですけど、やっぱり人を見る目、選ぶ目、これがね、実は私を選んだのはね、最大の監督の最初の時のね、素晴らしい何ていうんですか、目だったと。人を見る目があるっていう、これがね私との実は関係の始まりなんですよ。まあそういうことで、まあご挨拶、最後の挨拶ですね、私がまあ吉田義雄さんのことをまあお話ししました。でまあプレーはですね、私は見たことないわけです、ちょっと世代が違うから。しかし昔は皆さん、私らの前の人たちは知ってご存じと思いますけども、これは身長167、8ないぐらいの
小柄なね、選手で、であの当時あの400勝もした金田正一さんがね、国鉄スワローズ時代また巨人時代からですね、最も苦手にしたのが吉田芳雄さんという人、まあ、私は90歳を迎えた卒業を迎えた吉田芳雄がやっぱりミスタータイガースじゃないかなと今思えばね、そういうふうに感じます。で、まあ、皆さんで大勢でね、吉田さんもすごく嬉しそうにこの会を締めてましたけども、まあ、ぜひともですね、まだまだ元気でね、時々このパーティーの次の日もゴルフ行ってるんですから、ぜひともまた吉田さんの大偉業、吉田さんの90歳の卒業の祝いというのはね、皆さんもぜひお祝いしてあげてくださいませ。その時のね、打率じゃないですよ、勝率が3割3分1厘これはね、3つやって1つですよね。でね、その時のね、打率のね、リーディングヒッターがね、巨人の篠塚というのとね、広島のね、セカンド、小さい、長打がね、3割3分1厘でね、2人が3割、勝利っていうよりも、上にいたします。阪神ファンはありがたいと言いますか、今12球団で一番観客動員も多いんじゃないですか、ね、やっぱりそれをこうずっと盛り上げたのは僕はお方だと思いますんでね、これからはやっぱり一つのプレーをね、やっぱり大事にしていくこと、その積み重ねがやっぱりあれにつながっていくと思いますんで、ぜひまた秋にね、そうした昔以外の会での集まりでね、こうしてもらってお祝いをしたいと、まあ、そのように思っております。これちょっと生意気なことですけど、マイク持ってお顔を見てますと、昔 の、 監督選手時代も含めて、まあ、選手時代ですね、やっぱり平井さんっていうのはデリースポーツのものすごく名記者ですよ。ものすごく厳しかったですよ。そういうことで思い出すのはね、村山と僕とのお話されたでしょ。で、松戸豊さんの話もされたでしょ。村山君との話をしますとね、なぜショートがね、守りやすくていいプレーができるかっていうのはね、やっぱりコントロールですよ。あうんの呼吸というのはバッテリーだけじゃなくて、バッテリーを内野手が知って、ここにこういう球をここへ投げたらこのバッターをここへ打つという、そういう計算がね、やっぱり今の野球も僕は大事だと思うんですよ。やっぱりそういうことの積み重ねがね、やっぱり一つの数字になって現れるっていうことなんです。